どうも皆さん、こんにちは。お元気でしょうか。今日はラズベリーパイ5と PCI Express を使っていきたいと思います。今回利用する製品はピモロニから発売されている NVMe ベースという製品を利用するんですけど、まずラズベリーパイには PCI Express というインターフェースがついていて、 USB-C や I2C そして SPI といったね、いろいろな通信方式があるんですけど、その中でもかなり速い速度で主にパソコンでよく使われている規格になります。シングルボードコンピューターでも最近ではこのような PCI Express が使えるようになってきて、ラズベリーパイ5でもついにこの規格が利用できるようになりました。それではこちらがベースなので、まず開封していきたいと思います。表面の加工とかなかなか凝ってますね。では入っていたのはこの基板本体、これもねなかなか裏面も凝ったデザインになってます。ちなみにこの基板自体にはもちろんスイッチのようなものはなくて、ユーザーが何かできるとしたらこのプラスの 5V とマイナスがあるかなっていう程度しかありません。そしてこちらが M2M キーを接続する SSD のポート、そしてこちらがラズベリーパイと接続するケーブルを挿すところになっています。このようなピモロニのロゴ入りのケーブルが付属しているので、もちろんこのケーブルは別途買う必要はありません。他についているものとしてはネジですね。おそらくこのラズベリーパイと接続するもの、そして足ゴムが4つついています。では SSD を取り付けてラズベリーパイと接続をしていきます。今回使うのはサムソンの980というシリーズを使っていきます。ほとんどの SSD は問題ないんですけど、ウエスタンデジタルの一部の SSD などは対応していない場合もあるので注意が必要です。ではこんな感じでね、斜めに刺してこうペタンとする形になっています。多分ねネジが入ってると思うのでちょっと見ていきたいと思うんですけど、この通り、まあ、5分ぐらいね探してみたんですけど、残念ながらちょうどいい感じのネジがなかったので、私がもともと持っていたネジを使いました。それでは次はラズベリーパイ5と接続をしていきたいと思います。この部分に PCI Express のコネクタがついているので、ここにケーブルを差し込んでいきます。そして作業をされる前には一応ね破損の防止のためにラズベリーパイのこのマイクロ SD カードなどは外しておいた方がいいと思います。では次はこの部分、 PCI Express の接続のポートがあります。この部分はねこう爪で持ち上げたりするとこうパカパカっと開く形になっているので、付属しているこのケーブルで接続をしていきます。この状態ではこのピモロニのねロゴが見えない形でケーブルを差し込んでいきます。こんな感じで差し込みができたので、この部分を倒して固定します。引っ張ってもかなり固く固定されています。では次ラズベリーパイ側、このボードを下に置くとこういう感じでね接続することになるので、この茶色い部分ですね、この部分にこのケーブルが刺さるようにしていきます。多分ねこちら側の基板を逆さまにした方が作業がしやすいと思います。ではこんな感じでこのラズベリーパイの PCI Express のポートに差し込んで、この茶色いパーツをね、この茶色いパーツを押し込んで、これでね、固定されました。ではこの状態でね、もう動くので、ネジで固定をしていきたいと思います。はい、ということでね、ネジで固定が完了しました。まあ、こういう感じでね、横から見ると本当にこうサンドイッチ状態というか、ラズベリーパイとこのボードの間にね、SSD が挟まっている形になります。横から見るとね、もう完全にこのケーブルしか見えなくて、かなりスマートな感じになっています。足ゴム4箇所に貼ったんですけど、足ゴムを貼っておくともう、かなりねもう安定しています。基板がむき出しになってるとか、この辺のねピンに触るとちょっと短絡させちゃうかもしれないとかあるんですけど、まあ、使えるのかなという感じはします。ではこの PCIe に接続した NVMe SSD から起動できるようにするための設定をしていきます。今回はその設定をマイクロ SD カードから起動したラズベリーパイ OS 内でやっていきます。マイクロ SD カードへの OS の書き込み方は別の動画を作っているので、もしわからないという方は説明欄の方のリンクを参照してください。それでは起動していきます。それでは起動したラズベリーパイ OS の中でラズベリーパイ OS のイメージャーを起動していきます。これはラズベリーパイのイメージを書き込むアプリなんですけど、ここでまずラズベリーパイ5、そしてラズベリーパイ OS の 64bit を選択していきます。そして書き込み先はもちろんこのサムソン SSD980 を選んで、右下の NEXT ボタンを押していきます。そしてカスタム設定を聞いてくるんですけど、今回は特にね何もせずにノートを押して進めていきます。 SSD の内容消えちゃって大丈夫ですかというのを聞いてくるので、これで Yes というのを押して進めていきます。ここのパスワード入力は今ラズベリーパイにログインしているユーザーのパスワードになります。そしてこの右側のオーセンティケートというのを押すと書き込みが始まります。だいたい1分から2分ぐらいで終わると思います。この画面が表示されれば書き込みは完了しています。とまあこんな感じでラズベリーパイをマイクロ SD カードからまず起動して、その中でこの NVMe SSD に対してねデータを書き込んでいくという方法を利用することができます。では次はラズベリーパイの設定を変えて NVMe SSD から起動をできるようにしていきます。デフォルトではねこの設定がオフになっています。
それではコマンド sudo raspi config と入力してエンターを押すとこのような画面が表示されます。矢印キーの上下で6番アドバンスドオプションズというのを選んでエンター、そして次に A の4ブートオーダーというのを選んでエンターを押します。そして一番最後のこの画面では B の2真ん中のものを選んでエンターを押します。そうすると一瞬ね画面が変わってこのようなメッセージが表示されるので、これで設定は OK です。それではこれで設定は終わったので、タブキーを何回か押すとこのフィニッシュというのを選べるので、フィニッシュを選択してエンター。ここでラズベリーパイを再起動するかというのを聞いてくるんですけど、一旦ここで再起動をしておきます。再起動が終わるとマイクロ SD カードから起動してしまう場合もあるかもしれないんですけど、ラズベリーパイの電源ボタンを2回押してシャットダウンを押します。そしてマイクロ SD カードをラズベリーパイ本体から取り出して、ついに NVMe SSD から起動していきたいと思います。実は何かトラブルがあったり、ちょっとめんどくさいんじゃないかなと思ったんですけど、あまりにも普通にも使えて拍子抜けするレベルに仕上がっています。このセットアップについてはマイクロ SD カードの時と全く同じなので省略します。ではまず PCI Express 2.0 の状態、これがデフォルトの状態になるんですけど、これで見ていきたいと思います。それではターミナルを開いてディスクのサイズを確認していきます。ちなみに画面の左の方にこのブートとかルートとか出てるんですけど、これはマイクロ SD カードが刺さっていると表示されます。では df-h というコマンドで容量を見ていきます。今回の NVMe SSD は 458GB で認識されています。では早速ベンチマークを実行していきます。今回使うのは Pi Benchmarks というものを使っていて、このサイトが公式サイトなので説明欄にリンクを載せておきます。それではベンチマークを実行すると、だいたい 1,2 分ぐらいだと思うんですけど完了します。PCI Express 2.0 だと読み込み速度はだいたい 400MB 秒ぐらい、そして書き込みについては 268MB という値になっています。これはご利用になる SSD によっても若干変わってくる部分もあると思うんですけど、1秒間に転送できる速度が 500MB 秒以上ね、基本的に出ることはないはずなので、結構いいところまで行っているという感じがします。ラズベリーパイ5では PCI Express のバージョン 2.0 が公式でサポートされているものの、残念ながら 3.0 は公式ではサポートされていません。1秒間に転送できるデータ量が 2.0 ではだいたい 500MB、 それに対して 3.0 ではそのおよそ倍という速度になっています。そしてこちらが PCI Express 3.0 を有効化した状態の結果になります。ディスクリードは 767MB とかなり向上しています。そしてディスクの書き込み速度もだいたい 100MB ほど速くなっているように見えます。上が PCI Express 2、そして下が PCI Express 3の場合なんですけど、ランダムリードの値がほぼ2倍になっているように見えます。このあたりはね、改善してくると体感差あるかなという感じになってくると思います。そしてこのベンチマークというのは基本的にこのピーク性能を試すものであって、その実際にどのように利用されるかというのとは大きくかけ離れてくる部分もあります。特に読み込み速度がある程度速くなってくると、それほどね過酷な使い方をしない限り、例えばものすごい大量のファイルを書き込むであるとか、すごいディスクアクセスが必要なソフトウェアを作るとか、そういったことでない限り、大きな差は出てこないのかなというふうに思います。ただもちろん早ければ早いにね、越したことはないのかなというふうに思います。それでは SSD 化したラズベリーパイ5でちょっと動きを見ていきたいと思います。比較的ラズベリーパイで動かせるアプリの中で重たいゲームの 0AD とかをね起動してみると、このぐらいの感じでね起動してくるっていうのもありますし、結構ね以前まではローディングの速度が遅かったような気がしたんですけど、この通り普通にねゲームとしてもう全然遊べるようなレベルに仕上がってきてると思います。画面の描画についてはね、ディスクを変えたからって特に速くなるものではないんですけど、ラズベリーパイ5はね全体的にパフォーマンスが上がっているので、かなりこういったゲームもね遊べるようになってきてると思います。またディスクを変えたことによってブラウザの起動などもね十分に速くなっているように思います。それでは一応インターネットのスピードテストもしてみたいと思います。これはディスクの読み込みとは全く関係ないので、本当にインターネットのねこのコネクティビティとかそのあたりの方が重要なんですけど、ラズベリーパイ5になる前までは他の部分がボトルネックになって、この回線のね帯域を全部活かすことはできなかったんですけど、今回のラズベリーパイ5からだいたい870後半ぐらいのね速度が出ているように思います。この回線自体がね 1GBps なので、ほぼフル速度で出せているように思います。アップロードに限ってはね 935Mbps ぐらい出ている感じです。ラズベリーパイのようなシングルボードコンピューターで、これだけの速度が出れば、正直ほとんどのケースにとっては必要十分すぎるような速度になるんじゃないのかなというふうに思います。ということでいかがだったでしょうか。ラズベリーパイ5からついにこの PCI Express が利用できるようになって、 USB に接続するのではなくてこの PCI Express 接続で NVMe SSD 使えるのは個人的にかなり嬉しいなというふうに思っています。特にねこの USB が横にこう出ているっていうのが個人的にすごく好きでなかったので、この一つにまとまっている状態っていうのはなかなかね個人的にすごくスッキリして気に入っています。残念ながらこの PCI Express のこの NVMe ベース使ってしまうと、ラズベリーパイの公式ケースに入れることができなくなってしまうので、この直
接ね置いて使っていこうかなというふうに思います。ということでラズベリーパイ5と PCI エクスプレスを使って NVMe SSD を使ってみたんですけど、今度は他のシングルボードコンピューター、ロックチップを使ったシングルボードコンピューターなどもこの NVMe の SSD 利用できるようになっているものがいくつかあるので、 NAS などにして速度を比較するっていうのをねちょっと試してみたいと思っています。ということでそれではまた今度。ピモロニの製品はもうやっぱりこの基板にね非常に力が入っていて、もう信じられないぐらいね柄を重視しているなっていう感じを受けます。特に問題が起きるとかそういったことはなかったんですけど、若干熱がね気になるかなという感じがしています。ということでそれではまた今度。